はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。では今回は維新の嵐、幕末史で、ポッと出てこなかったですね。もう年を取るとね、言葉がスッと出てこなくなってしまうんですよね。続きをプレイしていきたいと思います。前回池田屋事件で、プレイすることができました。今回その続きになります。早速近藤さんから何かありそうですね。近藤さんが谷君に捕まされた。何を捕まされたんだろう。周平ね。実はですね、この谷君っていうのは近藤さんのところにね、自分の息子、これを養子として迎えてくれという話で、土方歳三自体は反対したんですけども、近藤さんはね、結果この谷周平を養子として迎えました。で、これは板倉家の お年種だということで、近藤さんもね、快諾したんですけども、その周平くんがどうやら池田屋事件で何にもしなかったということでね、ちょっとご立腹のご様子ですね。で、どうするかだが、平大使として扱いあまり相手にしないこと。まあ、で、隊長クラスとか、何か役職を与えるわけではなく、本当にね、一兵卒として扱う。まあでも当然といえば当然だと思いますけどね、今の時代。ああ、でも、これは今の時代じゃないか。まあ当然そのね、一族経営してる会社とかであれば、自分の息子であったり、一親族であったりっていった人たちをね、優遇して重職につけるっていうことはするんだと思うんですけど、今の時代だとね、なかなかちょっとそういう会社にね、優秀な人材が集まってくるかというと、なかなか難しいところもあるだろうし、まあ、僕自身は全く姿勢とか興味ないですけど、それでもなんかね、能力がある人にやっぱり上に立って、会社をね、うまく切り盛りしてほしいなというふうには思いますからね。さあ、では今回もね、続きプレイしていきます。さて、沖田のことなんですが、ということで、最後池田屋事件でね、吐血してましたからね、ここで沖田くんが、沖田総司が離脱ということになりそうです。なので同行者をね、ちょっと変えましょう。同行者、まず沖田くんはもうすでに外れてるので、誰を加えるかだよな。この中だと誰が一番強いかっていう話だけど、まあできればやっぱり長倉新八とか、佐野助とか平助とか、そのあたりにしたいので、しばらく彼らが戻ってくるまで、この豚書の中で待ちましょう。下手に外出してね、死角に襲われると、まあ斎藤くんだけでもいいですけどね、ちょっとやられちゃう可能性ありますからね。では同行者、長倉新八加えたいなと思いますんで、そこまで時間飛ばします。はい、またイベントですね。大仕事だということで、時を遡ること半月ほど前、池田屋事件の天罰を聞き及んだ長州でのことであると。これ前回ね、池田屋に集まっていた過激派老師を、まあ、ほぼ沖田一人で徹底的にぶちのめしましたからね。そして草加玄瑞ですね。これが初めて見るかな、このゲーム上で草加玄瑞は。まあ、徹底的にねやりましたからね。木島又部、この辺りの連中とは禁門の変でね、死んでいくメンバーだと思いますけど、イベント以外ではだから切り殺すことは多分できないんだろうな。これで彼らが京都にやってくるということですね。
薩摩大津の策謀による政兵で今日追われていた長州勢は池田事件の秘宝に憤怒。愛勢の報復として、尊攘派の復権を目指し軍勢を率いて上洛した。この知らせに新選組にも出動命令が下り、伏見方面に陣取ることになったのである。朝廷に範囲なきほど上層戦闘、御所に近づく長州軍と、そうはさせまじとする砂漠が連合軍との間に今まさに戦端が開かれようとしていたということですね。まあもうすでに鉄砲がね、まあ主兵器になってると思うんですけど、新選組は刀一本のイメージありますけどね。陣中ハット。持ち場を守り、身体は組頭の下地に従うこと。まあそうですね。組頭打ち死にすべしときは、組下の者全員打ち死にすべしとは。いや、なかなか厳しい、厳しい、いいものですね。これは誰がね、一体身につけた、定めた陣中ハットなんでしょうね。では、こっからまたイベントで、鉄砲相手に、刀一本でね、戦っていきましょうか。さて、順張りに不満をとりあえず言っておきましょう。金門の変ですかね。違う違う、はまぐり御門の変の方かな。そうですよね、きっとね、長州藩が攻め上ってくるっていうことは、はまぐり御門の戦いかなと、まあ、ごめんなさいね、僕もちょっとこの辺り知識が曖昧ですが、ただここはイベントだけか、実際の戦闘はなさですね。木島又兵衛討ち死に、草加玄瑞、入江君も自決。入江は誰がやってたかな。龍馬伝か新選組かでは要潤か何かがやってたイメージありますけどね。これでね、長州征伐になりますからね。ではまたね、時勢が動いてますので、しばらく情報収集をしておきたいと思います。あと、沖田総司はですね、隊長職を外しておきました。で、同行者は、長倉新八と斎藤はじめの二人に変更してあります。これでね、両手を回って、少し情報を集めておきましょう。池田屋事件と金門の変における新選組の働きをね、まあ、称えていただいたということで、ご賞金を受けたま、賜ったということになっています。どんくらいなんでしょうね。まあ今、このコロナの状況の中、お金の使い道が、まあ良くも悪くもあんまりないっていう状態ですからね、僕も。まあ、例年だと海外旅行行ったり、ディズニーに行ったり、まあいろいろお金はあまり気にせず、貯金せず使ってましたけど、今だとね、もう外出するといってもスーパーに行くぐらいで、特に他、外に行く用事もなければ外出ませんからね。そうなると当然ね、なんか違う趣味を始めたいな、探したいな、なんて思うんですけどね。まあ、他の何かの動画でもお話したと思うんですけど、まあ、当面、まあ、向こう 2,3 年とかね、下手したらもっと長い期間、まあ、生活様式も変わっていく可能性もあるかなと思うんで、まあ、5つぐらい目標をちょっと立てようかなと思っていて、ちょっとイベントが始まりましたね。最初にイベントの話見ていきましょうか。まあ、掃除の様子がおかしいと
いうことで池田屋事件でちょっとね、吐血してましたからね。誰に行き先を告げるでもなく、ふといなくなると。うん。いやー、沖田もこの時何歳なのかわからないですけど、女の子が好きな、ね、年頃、まあ僕もそうですけど、年に関係ないな。いつまでだってもやっぱね、女好きでいたいですからね。じゃあこれはね、ちょっと悪い趣味ですけど、沖田の様子もちょいちょい伺っておきましょう。ちなみにその沖田くん今どこにいるのかもわからないからな。沖田は一番隊隊長からもう外してますからね。一番隊の隊長、そうだな、誰か当てますか。そもそもという話ですけど、空いている人、沖田くんはもうね、ちょっと一番隊任せられない体になってますからね。そしたら島田くんにでも任せますか、一番隊は。で、島田くんには、そしたら、この、界隈を巡察、巡らしてもらいましょう。じゃあ、早速、その沖田くんに面会しましょうか。何を隠しているんだと。情報を聞く。お、天狗と挙兵の情報をくれたな。語り合うわ。いや、特に情報流してくれなかったね。で、まあ、このコロナのね、状況、まあ、あるいはアフターコロナということもありますけど、やっぱりね、ちょっと子供が欲しいんで、子供、ね、なんとか授かりたいなっていうのが一つ。で、二つ目はね、あの、マンション。今のマンション、大好きなマンションなんで、同じマンションの中でもうちょっと大きい、あとは上層階の部屋が空いたらそこに買い替えたいな、住み替えたいなと。あとは、新型のね、ベンツの GLA 出てるんで、これもね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これもちょっと欲しいな、まあ、お金貯めなきゃね、どっちも無理ですけど。あとね、シンガポール原産のちっちゃい猫がいるんですよ。シンガプーラっていう。そのシンガプーラっていう猫も飼いたいなと思ってますし、あとね、やっぱり一番頑張りたいのはこのチャンネルですね。このチャンネルもっともっと大きくできたらいいなというふうにね、密かに思ってるので頑張っていきたいと思います。っていうのが目標ですね。新選組も今日で重きをなすに立ったが、人手が足りないねということで、また募集していきましょう。関東武者。うん。じゃあ、近藤さんがね、江戸に行ったら、新選組の大使をまた連れてきてもらえるということですね。東堂平介も同行する形だな。今、あの、長倉さんと斎藤さんが同行者になってますからね、特に影響はないと思います。長州征伐で長州が敗れたというね、情報を得ています。第一次長州征伐ですかね、これはね。第二次長州征伐はね、薩摩藩とかが長州側に、秘密裏について実質、幕府軍のね、敗北みたいな形で終わってますからね。今のは第一次征伐の情報ということになろうかと思います。では、近藤さんがね、江戸に大使を集うために行きますということで、長倉くん、武田くんも連れて行かれるのか。となると、同行する人物、長倉くん入れてたのを変えて、新たに誰かを追加しないと怖くて歩けないな。同行者、加えましょう。誰を加えるか。近藤周平。これ、あの、谷周平ですね、元。観察の山崎くんにでもするか。これで斎藤さんと山崎ですね。まあ、さすがに一人、あるいは二人で歩くというのはね、もうちょっと命を狙われている
という可能性が極めて高い、いい人物になってますからね。ちょっと怖いですよね。じゃあ巡殺巡羅引き続きやっていきます。さあ、陸奥宗光なるものを見つけたので切り殺していきましょう。こちらには山崎、斎藤、二人いますからね。まず土方を前進させていきたいところかな。いや、山崎は微妙だな、強さ。ちゃんと確認してから、入れた方が良かったかもしれないね。まあ、斎藤はね、もちろん、むちゃくちゃ強いんですけど、山崎は、そこまでではないかな。まあ、でも、起きた亡き後はね、みんなが頑張ってもらわないと、強敵相手だと、厳しくなってきますからね。とにかく、人を探して、怪しい奴がいたら、徹底的に切っていく。お、これ、今までなかった、お金を使えるイベントですね。大使を募集する、刀剣を購入する、大使に配分する。いや、これは自分のために、いい刀を買い揃えよう。大使を募集するって言ってもね、対して、その大使の使い道がないっていうのもありますからね。さあ、近藤さんが江戸から戻ってきましたね。大使をどんだけ、募ってきてくれたかというところから見ていきましょう。お、伊藤幸四太郎だな。伊藤幸四太郎は、見回り組かなんかに結局行きますよね。何人加盟してくれるんだろう。佐野七五三之助ってすごい名前だな。七五三之助。鈴木三木三郎。なんか、数字が並ぶ感じですね。兵力が20、これで上がっています。では、ちょっとですね、中身確認してみましょうか。まあ、局長、近藤勇。で、副長、土方歳三まではいいですよね。で、何人か待っていると思うので、彼らをちょっとうまく、取り込んでいきましょうか。で、また、同行者は、長倉新八を加えます。山崎よりもね、明らかに強いと思うので。で、巡殺、巡羅、あとは情報収集は、引き続き、行っていきましょう。さて、12月30日なんですが、イベントですね。早く奥の部屋に来い、ということで、どうしたんだろう。今日みんなで、カルタをやることにしたか。なるほど。またかと言ってますけど、どうだろうな。僕はまあ奥さんと夫婦二人暮らしですけど、特にね、年末にやることっていうのは決まってはないんですけど、例年だと、まあ一番多いのが、海外のディズニーパーク、まあ香港、上海、パリ、あとはアメリカと、海外にいくつかディズニーランドのパークあると思うんですけど、休みがしっかり取れる時はですね、結構海外パークで年末年始を過ごしたりすることが多いですね。今年の年末年始は、フロリダのディズニーワールドで年末年始過ごしました。まあ、ただ、来年のね、お正月はそういうわけには多分いかないでしょうね。まあ、ただ、この引きこもり生活もね、結構好きなんですよね、僕としては。もちろん海外旅行をバンコク行ったりね、するの大好きなんですけど、家で引きこもってゲームやってるっていうのが、多分性格的には一番合ってるのかなっていうね、感じがしますね。
さあ、ではこれでですね、一応64年が終わるのかな。なんで65年を迎えるというところ、1865年ですね。1月2日ということになりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。